はい、皆さんこんにちは、キャプテンショーターです。今回もいつもと違う動画を撮ろうと思って動画をします。まあ、いつも違うんですけど、ね、今回は、ブチギレ集をみんなと一緒に見ていけたらなと思います。海外のブチギレ集を一緒に見ていけたらなと思います。前回は10代級のね、プレイヤーたちを見ていきましたが、今回はね、フォートナイトにブチギレている人たちを見ていこうと思いますよ。早速、本編、ドン！見ていきましょう。撃たれてるんだよ。民放なんで、メイキも負けたい、負けたい。うわ。いや。殴った。割れてんじゃん。あ、ジジイ。どうすんの？どうすんの？ A few moments later. There is no way! おう。壊れてんじゃん。これは行き過ぎだよ。壁ぶっ壊れてるし。フランス人だ。でもね、わかる。あのボットとかウルバリンとかにやられボットとかウルバリンにやられるとあなる僕。うわ。編集がちょっと過剰だね。さっきの人じゃん。なんでホットドッグの格好で怒ってるの？変なやついっぱいいんな。このステップ何なの？そんな怒んないけどね、僕は。うわっやばいやばいブーシュブライトうまい風だゴロッシュなんだなんでカメラに殴るんだろうね。自分のクリエイティブやったら全員出てけ。そんなに怒る？あの一発。叩きはしなかった、ね、うわっこれ押し出されたやつだああ前の武器取っとけばねジジイ AR しかなかったもんねわかるよあ、やばい。お、女の子も怒るの？こんな感じで。ずずきやつやな。何今の？何今の？やば。うわぁ怒ってんね同じマイク使ってた今同じマイクですやばいじゃんちょ怒りすぎだよね
これやばないそれ、さすがに窓割れたらどうすんだろう。この人怒ってんの見たい、この人怒ってんの見たい。マイクはないな、今初めて見た。いいことないからね、大パンって。はい、いいダメ。あ、ウルファに。やばい、ウルバニー、あ、詰められた、ウルバニーに。やばい。この弾切れモードになると。走り回るんだね、したくなる。大パンしたくても。この顔やばいし。おお、そう、こういうはずは。Why the fuck did you run at me? I burned 4 shot points because of you! You fucking rat! Oh my god! I blew away 4 shot points! 食塩分4つ使ったことにめっちゃ怒ってる。そう！よっしゃ。ナイス？うわ。うわ。武器がない、やばい、終わった。後から来るやつ、後から来るやつ、またこいつじゃん。We fucking move out of the way! This fucking tree, man! There's a tree in the fucking way, you cocksucking motherfucker! God damn it, man!Where's your leadership skills? I'm stuck on a fucking tree, man! I'm stuck on a tree with no ammo or bells! I'm just gonna get sprayed by these virgins, bro! Mongrel, じゃん。 I'm not! Fuck off! Why are you leaving me there?No me la conté, la concha de tu. Ay, 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 ay. Oh, cámara gocha. No.これは嫌だな、これは嫌だな。一回動いた方がいいよ、怒ってる時は。体を動かした方がいいですよ。おやろ、muy pocos materiales。 うまそう。うわぁ、この死に方はやだ。この人よく怒るね。同じマイク。おう。やばい。どんまい。はい。やっぱダイパンはみんなするんだね。やばいってマジ。こいつおもろいな顔。やばいな。おお。はい。マイク。
Aim が。You detest the profession! Putain! Oh.食べた食べた食べた、えらい食べた、一通り見てみました。僕は実際あんまりね、こんなブワーってなるほど怒ったことがないんだよ、人生で。ゲームに対しても特に。だからなんだろう、僕もダイパンしたことあるとか、ムカーってなりますっていう人たちはぜひコメントに書いてください。全部読んでます。みんなのそのダイパンエピソードだったり、ゲームで起こったエピソードだったり、全部聞かせてください。やっぱりみんなってダイパンが好きですか？ダイパンとか人が怒ってるのが好きですか？それもぜひともコメントに書いてくれたら嬉しいと思います。でも俺はよっぽどのことはなきゃ怒んないけどね、実際。だからといってね、僕のこと怒らせたりしないでください。じゃあこの辺で一回動画終わりにしたいと思います。よければTwitter、TikTok、Instagram のフォローもよろしくお願いします。チャンネル登録も高評価もお願いね。じゃあバイバイ。